駅などでお買い求めの上ご乗車いただきますようお願いをいたします。列車発車まであと3分ほどお待ちください。ありがとうございます。この列車は特急南紀3号の紀伊勝浦駅です。この先桑名、四日市、鈴鹿、松阪、滝、三瀬谷、紀伊長島、尾鷲、熊野市、新宮、終点紀伊勝浦の順に停車をいたします。主な停車駅と到着時刻のご案内です。途中の桑名には10時23分、四日市10時37分、鈴鹿10時45分、10時59分、松阪11時16分、滝11時28分、水谷11時51分、紀伊長島12時19分、尾鷲12時42分、熊野市13時17分、新宮13時37分、終点の紀伊勝浦には13時58分の到着予定です。列車は4両編成です。前の方から4号車、3号車、2号車、1号車の順です。4号車から2号車までは指定席です。一番後ろの1号車自由席です。この列車は特急列車ですので、乗車券と別に特急券が必要です。ご注意ください。お客様にお願いいたします。発車間際の駆け込み乗車は、携帯電話を使用される際はマナーモードに切り替えるなど、周りのお客様のご迷惑とならないようご協力をお願いいたします。車内で迷惑行為を受けたり、見かけられたり、不審な荷物、不審な行為を発見されたときには、乗務員または駅係は4号車、1号車にございます。この列車での IC カードのご利用いただける区間は四日市駅までとなります。四日市より先、鈴鹿、松阪方面でお降りのお客様は、あらかじめ車掌までお声掛けください。四日市より先は IC カードはご利用いただけません。ご注意ください。養老鉄道線、三鉄道線はお乗り換えです。この列車桑名を出ますと次は四日市に停まります。列車は特急列車南紀3号紀伊勝浦行きです。次の停車駅は松阪です。ただいま。発車いたします。途中の列車は立ち寄った列車で4分遅れの到着です。ご迷惑をおかけいたしました。アラビックは松阪。ここに来たんですか。は4両で運転しております。前から4号車、3号車、2号車の順で一番後ろが1号車です。前の4号車から2号車まで座席が指定となっております。一番後ろの車1号車が GS ナンバー3マルフォーキ勝浦カーナワイズのリザーブシーズカーナンバー2 3 and 4 in reserve seat all cars。 伊勢市方面ご利用のお客様はお乗り換えください。3路線田原宮川伊勢市方面普通列車鳥羽行きは4号車から2号車まで座席は指定となっております。一番後ろの車1号車が4号車から2号車まで座席は指定となっております。一番後ろの車1号車が4号車から2号車途中の駅ですが、列車の行き違いのため停車いたします。お降りののお客様、車内にお忘れ物、落とし物などお買い物をお出しください。